だから乗り越えちゃったからね。
一回も乗ったことないの。乗り心地がいいから乗るだけでも乗ったことない。今なら石川市の河川橋の上から撮るようになったんだけど、200番台ですよ、あの普通のボディ、あれもね、211キロ、カメラの前に対して、15番台を撮ってね、撮ってね、これが向こうの方が見たら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 駅から5、6分バスから新宿して新宿して新宿して入学するのも大変ですよ。でドラッグとそこの斜めとわかんない。いいですよ。私は全然伝統ですよ。でどう？メインとテーブルなんだけど、全部カンカンカンって出てくるんですよね。全部のセットしてる。浮いちゃう。なんかやってるのは個人系の店にやってるのがあって、いろんなロフトや客に関するのがたまたまその2、3時間ぐらいにやってるっていうのを、やってるの中で、ちょっと半信半疑で、分動でやってるのに、定年とかあれなんかで、マリモだったの、ね、あっちはもう完璧なの更新されてて、うん、こっちのことに見るのが、ほぼほぼ全然。無線で。
もう動けねえから、もう後ろから押してきろ。はい、ということで。手の客車のね、円錐が3本あるんで、機関車3台作ったんですよ。こんな D でね、前は引っ張ってたんだよ、こういう。80円ぐらい、入会板がね、20円とかって言ってね、それで、モーターとインサートギア買ってね、動力車作るのに1000円ぐらい、20円が入ってくるって、低信号が簡単考えたら、500円で済んでね、1500円でね、ミリを作れたんですよ。その時ね、1日8000円も、多いところで1000円、だいたい800円だったの、ね、1日8、だから今の10分の1ですよ、うん、今最低で1200円でしょうね、うん、最低10分の1以下だったからね、そういうんではあれだよね。
Yeah.